タコさん、赤リンゴ、アイリ。赤リンゴまず来た。ああ綺麗すぎんか。いやちょっと待って、あちょっと待って、ちょっと待って、可愛すぎる。あーやっぱりトトキンですよね。それはそう、こんなにビーチが似合う女性はそうそういませんよ。いやー素晴らしい。そしてカコさん、ちょっと何ですか、ちょっとそんなセクシーなカコさんが見れる日が来るんですか。ちょっと待って、回しちゃいましょう。はい、どうもこんにちは、まさとです。ということで、実ると常夏フレッシュオーシャンガシャ始まりました。いやーまさかの3人、まあシルエットが出てたからまさかではないんだけどね。とりあえずちょっとスキルから見ます。これは赤リンゴ、まさかのオルタネイトをもらってきた、キュートプリンセス。いやーこんな強スキルをもらうんですか、赤リンゴ、すごいね。でトトキンがユニゾン、ほうほうほう、いやー強い。そしてカコさんはオーバーロードだね。オーバーロード、でもちょっと待って、イラストがちょっと、もうカコさんのイラストがちょっとやばいんですが、ちょっと待って。そして SR 枠はウサミンなんだ。いやいいな、ウサミン、ダメージガードのウサミンね、これはいいね。ダメージガードは初心者にもね、御用達のマジでいいスキルだから。で特訓後が赤リンゴ、そう美しい衣装がいいや。でアイリーもビーチが似合う。そしてもう完全にマーメイド、マーメイドの称号を新田みなみから奪い取りかねないほどのカコさん。新田みなみはビーナスだからマーメイドではないという五択はさておき、ちょっとねこのガシャはちょっとね回します。僕ちょっと無料単発も無料10連も置いておいたので、まあ何連かかるか分かりませんが、とにかくまず赤リンゴ狙い、全員引きたいけどね、赤リンゴ狙いで赤リンゴ出るまで回していきたい気持ちがあります。でも実際本当にそんなに回すかはちょっと分かりません。それではとりあえず回していこう。まずまあ1日1回無料と無料10連からね回していこう。頼む、まあ頼むとか言ったけどね、無料単発でいきなり引けるなんてことはそれはありえないと。ちょっとどうしようかな、先に単発周りを全部終わらせちゃおうかな、むしろ先ちょっと納税も含めた単発周りをちょっと先に終わらせちゃいます。これやっぱりこの単発を引いていくっていうのはかなりね、かなり大事なんで、このガチャにおいてね。さあそしてプラチナ化したチケットも1枚ありますよ。おちょっとロード入ったね、くっくっきっと、おみやび、ありがとうみやび、持ってない、持ってるね、でもありがとうみやび、愛してるよ。さあそしてここからが始まります10連。とりあえずまず持ってるジュエル分プラス無料10連で50連引けるので、この50連で引けるのかもしれない。十中八九引けません。あそうだ、物欲センサーを前回ねゼロにして引いたんだけど全然引けなかったね。結局物欲センサーは関係ないってことで、物欲センサーバリバリで今回は引いていきます。はい、来い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 来ないですね。いやー、まあまあまあ物欲センサーマックスの僕に今不可能はないので、ここから残り40連楽しんで引いていこう。いくぞ、来い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 。ちょっとやめた方がいいかもしれないな、これやめた方がいいかもしれないな、ちょっとやめる、ちょっと一回ちょっと物欲センサーやっぱりゼロにする。ちょっとなんかもう引いてて、あ絶対無理だなって思いながら引いてるから、物欲センサーを一回ゼロにして引いてみる。あー来ない、別に欲しくない、何にも欲しくない、いらないよ、何にもいらない、全然いらない、もう全くいらない、本当にいらないんだから。うん、ウサミンありがとう。ウサミンじゃない、でも水木セイラさんありがとうございます。持ってないんだよね、かなり嬉しいね。持ってない SR 引くときってなんかすごい気持ち嬉しいよね。さあ物欲センサーをもう一回空にして引いていきましょう。いやーもう何にもいらない、もうどうせ来ないんだから、分かってるよ、来ないって、だから来ないって分かってるんだから俺はね、そういうのはね。来たー
大きい。物欲センサーマックスでいこう。いやーちょっと待って、もう満足している私は。もう30連で SSL1 枚っていうのはそもそも相当抜き方が強いんですよね。 3% だからやっぱデレステなんだよな。時代は、世界はデレステでできてて、デレステがあるからこの世界が平和なんだよ。おー、デレステっていうのがこの世界を構築してるからね。あやめ殿持っているが、あ、プレミアムカットじゃないですか。うれしい。これはめちゃくちゃ綺麗だな。髪の毛のなびき方と後ろの葉っぱ、そしてベテラントレーナーさんの髪の毛のなびき方、語彙力がない。まあまあまあ幸先いいね。プレミアムカットだから、ダブリって言ってもプレミアムカットは実質神経 SSR みたいなもんだって僕はいつも言っている、そういうものなんです。それでは行きましょう。物欲ゼロで引いていきましょう。ああもう絶対来ない。ああ来ない。来ないよ。来ない。来ないね。本当に来ないね。一つ分かったことは、関係ないね、これ物欲センサーって本当に。なので、もうここからはいつも通り引きます。頼むぜ、足長おじさん。ほっほっほ。もう自分から呼んでくるようになったの、少年。わしは足長おじさんじゃよ。まあ君が言いたいことは分かっておる。赤リンゴが引き通って引き通って引き通ってしょうがないが、石がないんじゃろ。しょうがないの、わしが君に5万円分の iTunes カードをあげよう。無論ただじゃ。じゃこれで赤リンゴを引くんじゃぞ。あ、今回はわしと会話しなくていいからの。まったの。さあ元気をもらったところで引いていこう。60連目きた。なっトーナーロードが入り、生まれ変わるか。ホワイトニング、ホワイトからの青い風が吹き抜けていかない。しかしウサミンは確実にいるでしょう。ウサミンありがとう。ウサミンはいませんでした。テンションがちょっと高いから下げよう。じゃあ下げなくていいか。うん、下げなくていいね。70連目、おっとノーローディングブルーインザスカイ。いやある1枚いるね。誰だろう、誰だ。おお、シブリン。ありがとうシブリン。もう街並みをね、完全に喧騒もね、シブリンの中ではかき消える。シブリンだけが街で浮かび上がっている。これが渋谷にいる渋谷リンです。80連目。いやー、まあまあまあ正直ね、もう SSR80 連で2枚抜いてるから、確率的にはね、全然抜いてるんだよね。正直。ピックアップを誰か1人抜くまで、誰か1人抜くまで、できれば赤リンゴが抜きたいけど、誰か1人抜くまでは回します。さあ、来た！ちょっといいロードじゃないか？いるか？あー、いないけど、ウサミンは確実にいるでしょう。4枚抜きなら。そろそろウサミン、1ウサミンお願いしますよ。ウサミンピックアップじゃない可能性があります、僕のガシャ。さあ続いて、お、またロード。これはなんだ。いや、いないね。でもウサミンかな。冴島きよみちゃん超風キロワイヤル、ありがとう。いや可愛いよね、きよみちゃんね、マジで可愛いと思う。トップアイドルの資質がある。いや全員にあるんだけど、それは。続いて、お、またロード。なんかロードめっちゃ入るね。ロードはめっちゃ入るね。うわ、いる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 。さあ見ますか。いや、ちょっとゆっくり見ていく。楓さん、サイハン、最強の2人、そしてアコちゃん。お金より大事なものを僕が教えてあげよう。小室ちなみさん、小関レイナ様、牧原志保ちゃんからの鈴宮聖火さんで、これは確定だ。聖火さんなら確定でしょ。誰だこれは。西川穂奈美さん、持ってない。喝采の D 番、まさに今拍手喝采、ありがとう。いやー幸先がいい。もう幸先じゃないんだけど、ガシャは中盤なんだけど幸先がいい。いや相当いいガシャだったよこれは。ということで120連目、いき。おっと、またロードが入る。なるほど。130連目、頼め。おっ、ちょっと重厚なロードじゃなかったですか。
いやでも刺繍が出ないな。でも SR をこんなに抜くまくってことは、そろそろウサミンが来てもいいんじゃない。来た、ウサミンありがとう。よかった、ウサミン引かずには絶対終われなかったからね。おう、いや見るに決まってるでしょ、ブチギレ。ということで140連目いこう。おっ、またロード、ウサミンも引いたから、あー刺繍のロードがここに来てしまった。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。物欲センサーは関係はありませんでした。さあ誰だ。あー兵藤玲奈さん、プレミアムカットかな。じゃああれ違うね。今はでも全然いいんだけど、それはプラチナメダル結構集めてるからね、僕プラチナメダル収集癖があるから。どんな癖だよ。ありがとう兵藤玲奈さん。いやーロード刺繍だったけどピックアップじゃなかったね。150連目。いやーちょっと待てよ、誰か引くまでと言ったけど、誰か一人引くというのがなかなか過酷なのかもしれないな。もうこれは折り返しだからね今。でもまあまだ折り返しだから、まあまだ折り返しだから慌てるタイミングではないです、これは。そしてロード、いやー来るか、いるか、いやいないね。まあまあまあそんなもの。ちょっともう一回物欲センサーゼロ作戦、もう一回いきます。ちょっといや逆、物欲センサーゴリゴリ作戦ちょっといきます。最初に諦めたやつ、来い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 、来る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 、絶対来る絶対来る絶対来る、その死絶対来るから、今は来なくても絶対来る。ポジティブシンキング、人間はポジティブだから生きていける、ポジティブになることで行動力が生まれる、だから僕たちは今日も明日も生きていく、つまりこのガチャを回している僕は今世界で一番ポジティブな男。ロードが入らなくても全く落ち込む必要はない、なぜなら本来こんなにすぐ来るはずがないんだから。さあ来い、さあ来い、さあ来るんだ、さあ来ておくれと、さあたゆむことなく、この道をたゆむことなく、歩むことなく、どんどん進んでいこう。シュシュ来た、これ来た、嬉しいね。来るよ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 、マジで来る、マジで来る、これはマジで来る、絶対来る絶対来る絶対来る、っていうか正直そろそろ来てほしい。もう正直な本音はそろそろ来てほしい。来月フェスなんだよ、来月フェスなんだよ、わかるだろう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 、わかるんだろう。アカリング、うわー来たー、うれしい、はじけてさ、ワープル、はじけすぎ、しかもプレミアムカットじゃないですか。ありがとう、もうアカリング、ありがとう、本当ありがとう、もう本当にありがとう、サイン世界一かわいい。あー神ガチャでした。まあ、190連一番引きたかった赤リンゴをプレミアムカットで射抜いて、見事に見事にこのガシャは終われる、いや最高の結果に終わった。いやありがとう、プロデューサーさんお待たせです、買ってきましたよかき氷。いやー可愛すぎる、ちょっと待って可愛すぎる、もう本当ありがとう赤リンゴ。やっぱりね、ゆめミリアム担当 P として赤リンゴとアキラもねどんどん好きになってるから、どうしても欲しかった赤リンゴ、いやー最高だ。もうこのテンション冷めやらぬまま赤リンゴで MV を見てお別れしましょう。さあ楽曲はハニカミデイズ、やはり赤リンゴといえばハニカミデイズでしょう。さあ来るよ、うわーちょっと髪型のお酒が美しすぎる、え、かわいい、ちょっと待って、やばい、この赤リンゴ、うわちょっと待ってくれ、ちょっと待って、言葉を失ってしまう、ちょっと
そんなことが許されますか。ちょっと俺うるさいね、黙ります、ごめんなさい。みんなアカリンゴに集中してあげてください。いやーすごいアカリンゴ、いやーこうか、いや恋ダンス、間に挟んでくる恋ダンスも美しい。いやーこれ素晴らしい、これはね辻乗ってます、うんごうんご言っちゃう、もういやお迎えしたんごよ。ちょっと黙るって言って黙らないっていう、これが赤リンゴを僕が大事にしているという良くないことですが、しかしこの赤リンゴを前にして黙ることなど人間に可能なのでしょうか。いや可能ではない、この赤リンゴを前に黙って MV を見てられる人間で僕はない。いやー来るよ、あーかわいい、あーすごい、いやーこの衣装いいね。ってか最近はさ、あのヘアアレンジを施された SSR がだいぶ増えてきてて本当にいいよね。やっぱりどんどんねモデリングのレベルクオリティが上がってて、あカリングその表情似合いすぎる、なんだ、いやーカリンゴ、あカリンゴもいつかシンデレラガールになれるよ、絶対なれるよ、あいやー素晴らしい、いや本当に今日はいい日です、僕にとっても、いやかわいい、いや本当ありがとう、ありがとうアカリンゴ、ありがとうありがとう、本当ありがとうアカリンゴ、いやいいね、かわいいなダンスが、節制の美少女。